はい。で今帰りの車の中です。はい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。じゅんさんが運転をしております。はい。運転しています。はい。じゃあまあ今日は間違えた。大丈夫。車の中では。キロメートル道なりです。まあちょっと時間あるので。はい。7月8月と、うん、マリンゴルフ放送して、うん、でやっぱたくさんね、うん、コメントもやっぱいただいておりますので、そうですね、まあちょっとこういうコメントがあったよっていうちょっと振り返りっていうか、うんうん、はい、したいと思います。イエーイ。じゃあまず早速いっちゃいましょう。はい、お願いします。はい、まずは、はい、リンゴルフのアレンジマッチプレーが、はい、まあ、始まり、はい、まあ、第1回は、まあ、ほのみちゃんね、うん、と、宮崎千恵選手の対決でした。はい、はいはいはい。で、まあ、コメントは「いい戦いですね」と、うん、まあ、均衡を破るのはどちらかとか、うん、まあ、パターね、パターの緊張感が伝わってきますねとか、はい、うんうん、まあ、あとピリピリ感がすごい出てきました、うん、のようなね、うんうん、まあ、その画面越しでも真剣さが伝わるっていうようなコメントがたくさんありました。まあ、実際純が、うん、まあ、ね、そういて、うん、ね、やっぱりピリピリ感あった。いや、そう、なかなかね、うん、そのこうどっちがバーディー取って勝つかみたいな感じだったんで、うん、はいはい、しかも最後は本当サドンデスになっちゃって、うんうんうん、パターどっちが寄せたらっていう、はい、本当に何、うん、きつ、なんだろう、どう、まあ、同等の戦いというか、はいはいはい、まあ、同じこうレベルの戦いもやっぱりね、そう、もう私もなんか、うん、どっちも頑張れって感じだからそうだよね、そりゃそうだよね。でもなんかすごい私も緊張感がすごい伝わってきて、うん、現場で見てるのはすごい楽しい、いつも、うんうん、いや、やっぱそういうマッチプレーって、うん、やっぱその場で見てるのやっぱ全然違うもんね。いや、全然楽しいよ、違う、楽しい。なるほどね、はい、はい。じゃあ次行きますよ。次行きますよ。次は、はい、私と、はい、まあ、純と、うん、ゆうちゃんの、うんうんうん、久しぶりの3人の動画が、うん、まあ、ありましたね。そうですね。まあ、本当に3人でもあるの、実際久しぶりだったもんね。そうだね、久しぶりだったね。うん。で、まあ、そちらの、まあ、コメントも、うん、まあ、たくさんいただきまして、はい。はい。まあ、待ってました。ゆうちゃんの、ラウンド、うん、いや、みんな待ってたよね。みんな待ってたね。はい、だったりも、この3人待ってましたとか、うんうんうん、久しぶりの3人楽しんでるとか、うんうんうん、え、実際私の友達も見てて、おう、で、いや、あの3人の動画は、うん、いいよねって言ってた、うん、嬉しい。実は嬉しい。実はこれリアルな声で、なんかやっぱこう仲いい感じが伝わってくる。そう、まあ、確かにね、うん、まあ、ゲストゲストってなっちゃうとやっぱり、うん、別になんかゲストと仲いいわけじゃないからね。そうね。まあ実際にもね、まあ、そうだね、すごい楽しかったので、うんうんうん、まあ、それが、まあ、画面越しでも伝わってれば、そうですね、ね、またちょっと3人、うん、撮りましょう。そうだね、3人のね、うん、ラウンドとか、まあ、旅行とか行けたら ね、ゆいちゃんとは遠出してないもんね。そうだね、うん、いや、したいよ、旅行したいね、うん、じゃあそれもちょっと企画で、はい、やりたいですね。やりたいですね。はい。で、チュンギンはチュンギンはリンゴルフの、うん、公式 LINE アカウントができましたっていうお知らせ、はい、動画でしたね、はい、ありました、ありました。まあ、コメントはもうゴルフ YouTube 界では結構斬新ですね。あ、確かにないかもしれないよね、うんうん、そうね、うん、今あるか。取られてた。いや、ないんじゃないかな。まあ、やっぱりね、うん、あの、いろいろこう、うん、まあ、コミュニティっていうわけでもないけど、うん、やっぱりこう真剣にゴルフを楽しむっていう、うん、そのリンゴルフ見てくださってる方々と、うん、まあ、上達をさ、うん、楽しめるようなコンテンツをね、そうね、配信できるようにっていうことで、うん、まあ、今回 LINE アットっていうのを作った、うん、はいはいはい、
そうですね、はい、公式 LINE 作ったんですけど、うん、まだね、うん、多分登録していない方いるんじゃないかなと思うので、ね、うん、ぜひね登録してもらいたいなと思っておりますけども、そうですね、はい、すぐにお願いします、はい、概要欄に書いてありますかね、はい、はい、概要欄に URL 載っているので、はい、ぜひ見てみてください。はい、お願いします。はい、で、まあ、うん、まあ、その後あれですね、飯塚千恵先生の、はいはいはい、まあ、レッスンが始まりですね、うん、まあ、飯塚先生の初登場の動画で、うん、まあ、コメントは、うん、やっぱもう先生めっちゃ分かりやすいですとか、うん、はい、いいね千恵先生教え方上手、うん、まあ、あとその、まあ、コースでのレッスンの参考になりますなど、うん、やっぱね、そういったね、やっぱ、まあ、レッスン動画なんで、うんうんうん、あのそういう参考にしていますっていうコメントをたくさんいただいておりました、うん、はい、まあ、確かにコースでのレッスン動画ってね、うん、あんまないからね。そうだね、やってないね、うん、で、千恵先生って、うん、なんかこうレベルに合わせて結構教えてくれる、うん、ちゃんと教えてくれてて、うん、私の場合は、うん、なんだろう、男性に近いスイングを教えてくれるの、はい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 、ああちゃんとね、そうだからちょっと難しいんだけど、うん、まあでもこれできたらめっちゃかっこいいなみたいな、はいはいはい、スイングの仕方を教えてくれる、うん、でもただ定着するまでは時間かかっちゃったりとか、うん、まあそれはねするなとあるけど、うん、結構なんかレッスン受けてて、うん、新しくて楽しい、うん、こんな解釈の仕方で振っていくと、うんうん、こうやってボール飛んでくんだみたいな、うん、なので、まあ、難しいことも言ってたりするけど、うん、まあ、基本のこともすごい、うん、あの教えてくれる、うん、教えてくれてると思うんで、左方向です、まあ、ぜひね千恵先生の動画は見てもらいたいなって思います、うん、私も、うん、教わりたいですわ。ですよね生でね、ちょっと千恵先生とかに2人で行くか、今度ね行きたい、うん、これはぜひ行きたいです、うん、で次は、うん、あ、ゆいちゃんのね職質の動画があったかと思うんですが、はい、はい、そうですね、そちらのコメントは、はい、普段のゆいちゃん素敵です、うん、23歳で独立素晴らしいですと、はいはい、ね、確かに23歳何してたのって会社員1年目そうか、ジュンは会社員1年目だもんね。そう、1年目でしたね、うん、はい、23歳は、うん、私は韓国にいましたあ、そっか、はい、噂の韓国留学、うん、韓国留学してました。じゃあまた北海道でレッスンとか、うん、福岡でレッスンしてほしいなっていう、うんうん、まあそのそう、地方に住まれてる方からもレッスンしてほしいっていうコメントがありました。またね、リンゴルフも全国でイベントとかできたらね、いいけどね、今ちょっとね落ち着いたらだね。そうだね。で次はアレンジマッチプレー対決は2試合やりまして、はい、うん、まあ宮崎千恵選手と、うん、オリムひまわり選手の対決、うん、それと、田中由紀選手と藤井美里選手の対決がありまして、はい、ありましたね、そちらに関しての、まあ、コメントがね、うん、はい、盛り上がりました。まずは、はい、まあ、初登場の、うん、あ、オリム選手、うん、オリム選手にコメントで、うんうん、まあ、雰囲気がなんか変わっててすごいなんか別人かと思ったのね、うん、そうなんだね、うん、なるほどなるほど、82km、うん、まあ、話っぷりは変わらずでよかったとか、うんうんうん、あとなんかひまわりちゃんがおとなしい、あ、うん、あとナチュラルメイクになった気がするって、うん、メイクまで見られてる、なんか、うん、そのひまわりちゃんは前にそのゴルフテレビの方、はいはいはい、あ、そうですね、そうに出てたみたいで、うんうん、その時の雰囲気はちょっと私も見てないからわからないんだけど、はい、うん、だいぶ違ったみたいでですね、はい、そういうコメントもやっぱりありますね、うん、うんうんうん、そうそうそう、なんかイメチェンしたのかなって、そうね、イメチェンしたのかもね、
ですね。でまあここの対決は、うん、まあ、宮崎千恵選手が勝って、そうですね、見事に賞をあげまして、そう稼いでます、はい、千恵ちゃん、はい。でもひまりちゃんは、うん、練習ラウンド動画が面白くて、うん、そうね、なんか折も何々みたいなコメントで流行ってた。そうそうです、そうですね、ね、なんか楽しそうなラウンドで、うん、羨ましい限りですが、はい、はい、ひまりちゃんね本当にキャラが濃いというか、うん、なんだろう、結構、うん、ベラベラ喋ってくれるから、はいはい、そうそうそう、それが面白い、ね、うん、取りやすい、すごい取りやすいし、はい、そう、すごい良かったですね、良かったですね、うん、最後に、はい、こう、まあ、田中由紀選手と藤井美里選手の対決動画では、はい、LPGA のレッスンプロ同士の対決です。そうですね、レベルが、はい、レベルが高い対決ですね。で、こちらに関してのコメントは、2人とも明るいから見ていて楽しいです、勝負はまだまだ分からない、うんうんうん、2人とも頑張れ、うんうんうん、プロになる前の登竜門的な立ち位置でいいと思います、うん、といったコメントをいただいております、うんうん、ですね。2人ともリンゴルフは 初めて、うん、そう初めてね、うん、どうでした、若手の、まあ、なんか、まあ、ちょっとティーチングプロって言ってたんで、うん、はい、なんだろう、まあ、うん、ぶっちゃけ、うん、まあどうなのかなみたいなとこあったんですけど、はい、2人ともかなり真剣にやっぱりゴルフやられてるんで、うん、もうバーディーバーディーみたいな、うん、素晴らしいね、そう、結構バッチバチでですね、うん、なんか見ててすごい楽しかったですね。で、あの会場みんな一緒なんですよ、うん、で同じコースで試合させしてもらってるんで、はい、スコアみんな、うん、まあその時のなんか風の影響とかもちろんあるんだけど、はい、うん、なんだろう、一緒なの、なんだろう、うん、スコアは普通は、うんうんうん、そうそうそう、なるほどね、なんかこう関係ないんだなみんなみたいな、うんうん、レベルがねすごい高かったですね、うん、ハイレベルの戦いは楽しいよね、楽しい本当に、うん、ゴルフ簡単にやってるみたいな、うん、で、まあ、どこかのコメントに、うん、まあ、なんかちょっとありましたが、うん、なんか撮影は練習ラウンドしてから対決でしたが、はい、うん、まあ、公開はなんか逆じゃないっていう、うんうん、まあ、紹介を考えたら練習ラウンドからの方がいいと思うんだけど、はい、あれって何か意味あるのっていう質問がありました。はい、いや、まあ、今回はそのメインが対決動画、うんうん、になってるので、うん、まあ、その練習ラウンドっていうのはどっちかというとメイキング動画的な、はいはいはい、うん、感じにしてるんで、うーん、なるほどね、そう、まあ、最初にバンって出した後に、うん、まあ、実は練習ラウンドはこんな感じだったよという流れ、うんうんうん、あー、なんか、うん、ライブ映像、ライブ映像後のメイキングみたいな、うん、あ、そう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 、そんな感じ、はい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 、はい、あれはね、背景をみたいな、はい、背景をみたいな感じで、うんうん、っていうので、まあ、そういう流れにしているので、うん、はい、はい、なるほど、まあ、ちょどっちも多分、うん、面白いから、うん、先に見たいとかなのかもしれないんだけど、うんうん、まあ、メインはやっぱ対決、まあ、そうだね、はい、盛り上がるよね、そう、賞金やっぱかけてるし、はい、スポンサー様もご紹介させていただいてるっていうのもあるので、はい、うん、まあ、一番最初にバンと投稿したいなっていうことで、ね、うん、そういう風な順番にしてますね、はい、ちゃんと考えての考えての配信です。はい、うん、今回はちょっとあのコメントの方は以上となります、うんうんうん、はい、またたくさんコメントお待ちしてますので、はい、今日のね、はい、今日の動画もたくさんコメントお待ちしてます、うん、はい、待ってます、ゆるってやってます確かに、確かに、でも結構頑張ったと思うけど、もうちょっといけたよな、そうだね、ちょっと練習必要かも、うん、アイアン、うん、ね、うん、はい、ということで、はい、この動画がいいと思ったら、うん、コメント、はい、コ
高評価、はい、チャンネル登録、はい、よろしくお願いします。はい、 LINE 登録もお願いします。じゃあバイバーイ。気をつけて帰ります。